こんばんは。かまいたちの夜トリプル三日月島事件の真相、続きやっていきたいと思います。あ、いや、うん、そうだったね。もう怖がらせないでよ。ごめん。再び恵子ちゃんたちと別れ、俺たちは東側の廊下へ向かった。まず玄関に最も近い洗面所。二つある個室も調べるが、犯人の姿はない。隣の空き部屋へ移動する。三つ続いているどの部屋にもお札が貼られている。剥がされた様子がないから、ここには誰も出入りしていないはずだ。どうしたんだい、これは。管理人室の前に来ると、扉に開いた穴を見て三木本が言った。徹君が説明している間に俺は管理人室へ入り、中を見回した。犯人が隠れられそうなところは、祭壇の周りを調べてみたが、どこにも人が隠れている様子はない。押し入れを開けて中を確認したが、結果は同じだった。この中には誰もいないようだ。押し入れの中にも誰もいない。次へ行こう。俺は二人に声をかけ、次の部屋に向かった。隣の厨房にも犯人の姿はなく、俺たちは突き当たりの物置スペースまでやってきた。ここには人が隠れられそうな場所はない。確かこの館には地下室があったんだよな。俺が言うと、トール君が加山さんと地下室へ行った時のことを話し出した。トール君の見つけた鍵が地下室のものだと分かり、二人で調べたのだそうだ。鍵を使って地下室からさらに地下2階へと降りることができ、その先は明かりのない小さな部屋へと続いているという。なるほど、秘密の地下室か。当然そんな怪しげなところを見過ごすわけにはいかない。俺たちは管理人室の懐中電灯を拝借し、地下を探すことにした。地下へ降りた俺たちは、か細い懐中電灯の明かりを頼りに地下室の中を調べ始めた。俺が気になったのは、貯水用のタンクの下だ。大人が入れそうなほどの隙間はないが、何か手がかりを残している可能性はある。 B、 ボイラーの裏側だ。この地下室で隠れられそうな場所といったら、せいぜいここくらいのものだろう。 C、バルブのある扉の中だ。ここには館を水没させるための放水弁がある。これはどうだろう。隙間がない A は見る必要なさそうだから、ボイラーの裏側、ボイラーの裏側だ。この地下室で隠れられそうな場所といったら、せいぜいここくらいのものだろう。警戒しながらライトを照らして覗き込んでみたが、犯人の姿はなかった。他の場所も調べたが、やはり結果は同じだった。ということは、あとはここしかないな。床の一部が扉になっている。三木本は扉の前にしゃがみ込むと、取っ手を引き出して一気に開ける。そこから染み出してきそうな暗闇が広がっている。中を照らすと、そこへと続くはしごが浮かび上がった。三木本が真っ先にトントンと降りて行き、続いて俺、そして最後に徹君が降りてきた。ひんやりとするけれど、ジメジメとして薄気味の悪い地下道だ。こんなものが館の地下にあったとは。俺は A、 犯人が隠れるならここだと確信した。 B、 先に進むのは危険な気がした。 C、 つくづく奇妙な館だと思った。ここは C、 つくづく奇妙な館だと思った。まだ他にも俺たちの知らない仕掛けがあるのかもしれない。こっちです。トール君が先に歩き出したので、俺と三木本はついていく。突き当たりに開け放たれたままの錆びた鉄皮が浮かび上がった。
入り口から懐中電灯で中を照らす。中はゴミのようなものが積み上げられた小部屋のようだった。ゆっくりと中へ入り周囲を照らすが、犯人らしき者の姿は映し出されなかった。どういうことだ、誰もいないじゃないか。三木本がぼやいた。この中にいないとなると、ここから逃げたんじゃないか。俺が壁の一角にある鉄製の扉を懐中電灯で照らすと、トールくんが言った。その扉、加山さんと調べた時に開けようとしたんですが、開かなかったんです。鍵穴も見当たらないし。三木本が近づき、ノブらしきものを掴んで押したり引いたりするが、確かに開かないようだった。なんで開かないんだ、ここといい、玄関といい。三木本の言葉で思い出した。そういえば湖の小屋にも似たような地下室があったな。俺は扉の周りを懐中電灯で照らした。湖の小屋の地下室と同様、天井から錆びついた鉄のチェーンがぶら下がっている。湖の小屋の地下室、そしてこの小部屋、何の意味もなくこんなものが作られるはずはない。この鉄のチェーンに何か意味があるんじゃないだろうか。俺は A、近寄ってチェーンにそっと手を触れた。 B、近寄ってチェーンを思い切り引っ張った。A、 俺は近寄ってチェーンにそっと手を触れた。とスルスルと落ちてくるのかと思うほどの軽さでチェーンが動き、扉の向こうから何かがゴロゴロと動くような低い音が聞こえてきた。なんだ。何が起こるのかとしばらく待ってみたが、特に変化があった様子はどこにもない。もしかしたら。三木本が扉を押すと、今度はあっけなく開いた。湿った空気が流れ出し、何か嫌な匂いが漂ってくる。腐敗臭。先に進むと、またしても小さな部屋になっていた。左側には下水道のような水路が伸びている。ライトをあちこちへ向けると、ネズミらしき影がカサコソと逃げ回る。下水道に通じてたのか。俺がそうつぶやくと、トールくんが何かが腑に落ちた様子で言った。これ多分丘の上の湖から中庭の泉に通じる水路ですよ。仕掛けを動かすと、湖側から水が、海側からは海水がどっと流れ込んでくるんじゃないですか。よく見ると正面の壁には湖、床には海と刻まれている。おそらくそうだろうな。三木本が納得したように言う。そうか、おかしいと思ったんだ。ここが閉じられてるから泉の水が枯れてたんだな。ここが湖と海につながってるのは間違いなさそうですね。じゃあここから外に出られるかもしれないってことじゃないか。無茶なことを言い出す三木本に、俺はわざと小馬鹿にしたニュアンスを含めて答えた。出られるわけないだろ。湖側は大量の水をせき止めてるだろうし、海側は当然海水で満たされてるんだから。つながってるのは湖や海だけじゃありませんよ。中庭に水を貯めるための仕掛けだったわけだから、当然中庭にも出られるんじゃないですか。やや興奮気味にトールくんが言う。中庭か。確かにそっちへなら行けるかもしれない。俺は左側の水路にライトを向けてみた。そっちが給水する側なら、こっちの水路は中庭の泉に続いてるかもしれませんね。もしかしたら水路の先から出られるかも。トール君も同じことを考えたみたいだ。犯人もこのルートを使って逃げ出したってことも考えられるな。調べてみよう。俺は水路へ降り立った。水路の奥に向かって懐中電灯を向ける。明かりの中に鉄格子の柵と、その柵にせき止められた流木や木の葉のようなゴミが照らし出される。行き止まりだ。
排水用の水路じゃないのかな。ゴミが溜まっているということは、水はこの奥に向かって流れていたということだ。やっぱりこの先で中庭の泉につながってるんですよ。あそこの鉄柵、人が通れるような隙間はありませんかね。トールくんが自信ありげにそう言い、鉄格子の柵に近づいていく。うわ！突然トールくんが声を上げた。なんだなんだ、どうした？誰かいます。本当か？おい、もう逃げられんぞ、観念して出てこい。三木本が怒鳴り声を上げて身構える。しかしいつまで経っても物音一つしないので、再び近寄りライトで奥を照らした。死体があった。生臭い匂いはするが、それほどきつくないのはほとんど白骨化しているためだろう。昨日今日死んだんじゃないのは明らかだ。死んでずっとここに放置されていたのだろうか。トール君も三木本も凍りついたように動かない。仕方なく懐中電灯をトール君に預け、ペンライトを加えながらゴミを取り除き始めた。全部見えるようにするのには結構時間がかかった。こりゃ相当昔のものだな。俺はつぶやいた。服はボロ切れのようになっているが、着物のような感じ。髪の長さから見ても女性だろう。干からびて縮んだのかもしれないが、相当に小柄な女性だ。なんでここで死んでるんでしょう。わかるわけないだろう。でもこれを見てみろ。足が折れてる。ありえない方向に曲がった死体の足を俺はライトで示す。殺されてここに捨てられたってことでしょうか。かもな。でもどう考えても今回の事件とは関係ないだろう。そんなことより他に出入り口がないか探さないか。三木本はそう言ったが、俺は頭の中で全く別のことを考えていた。阿鼻子村で行方不明、菱田清70、事件との関連を調査中。先ほど見返したばかりのスクラップにあった記事だ。清と清、シュプールで見つかった鍵、絶対に何か関係があるはずだ。俺はその答えが、A、加山さんの死にあるんじゃないかと思った。B、コートを着た謎の人物にあるような気がした。C、1年前の事件にあると思い、振り返ってみた。ああ、これはまたなんかすごい重要な選択肢のような気がするけど、なんかどれもこれも、なんか怪しくって。選びたいんだけど、1個しか選べない。B、俺はその答えがコートを着た謎の人物にあるような気がした。この死体がもし菱田清のものだとしたら、じゃあ一体あのコートの男は誰なんだろうか。無人島というから、この島にいるのはてっきり俺や徹君、三木本といった顔見知りだけかと思ってしまうが、この死体といい、あのコートの男といい、どうにも人の気配が濃すぎるような気がする。常に誰かに見られているような気がするのは俺だけだろうか。引き返そう、三木本が言った。 A、 ここから出る方法がないことは分かった。他の場所を捜索した方がいいだろう。 B、 やはりこの死体が気になる。もう少し調べてみた方がいいかもしれない。ここは B で。やはりこの死体が気になる。もう少し調べてみた方がいいかもしれない。しかし事件とは関係なさそうな死体を詳しく調べることに二人が納得するとも思えない。先に戻っててくれないか。俺は残ってもうちょっとこの辺を探ってみるよ。もう十分調べたじゃないですか。それに敏夫さん一人ここに置いていくわけにはいきませんよ。トール君が言い、三木本が相槌を打つ。大丈夫だよ、すぐに追いつくから。でも
不安そうな二人を半ば強引に地下道の出口まで連れ戻し、俺は再び死体のある水路に戻った。もう一度じっくりと死体を観察する。ただ見ているだけでは何もわからないので、手を伸ばして着物らしき衣服の裾をつまみ上げてみる。やや水分を含んでいて重みがあり、ぬめっている。裏返すとカタカナで小さく刺繍が縫い込まれているのを見つけた。菱田清と書かれている。これではっきりした。この死体はやはり我孫子村で失踪した菱田清だ。今回の事件とのつながりはまだはっきりしないが、少なくとも1年前の事件で明らかにされなかった秘密があったことは間違いない。架空の人物だと思われていた菱田清の死体がこの場所にあることには必ず意味がある。その謎の答えが加山さん殺しや俺が見かけたコートの男の正体を暴く手がかりになるかもしれない。そうでなくとも俺はこの謎を解明し、緑を追い込んだ去年の事件の一部始終をはっきりさせたいと思う。清の死体をさらにあちこち調べてみたが、他にはこれといって手がかりになりそうなものはなかった。上に戻って全員にこの死体とスクラップブックのことを話そう。そこから何か少しでも前進があればいい。俺は立ち上がって通路を引き返した。はしごを登り、ごちゃごちゃと機械が置かれている部屋に出る。どことなくさっき来た時より機械の駆動音が大きく聞こえるのは気のせいだろうか。不審に思って近くのタンクの裏側を覗き込む。後頭部に衝撃が走り、俺はその場に崩れた。ナンバー43、地下室でコートの男に…てんてんてん。ということで、ここの選択肢まで戻ってきました。なんかあの後結局なんか終わってしまって、次のなんか主人公が解放されない状態になってしまったので、ここは A を選んで一緒に戻りたいと思います。A、ここから出る方法がないことは分かった。他の場所を捜索した方がいいだろう。地上へ戻るまで俺はずっと上の空だった。犯人がどこから逃げたとかいうことはもはや二の次になっていた。考えてみれば俺は誰が加山さんを殺したかなど最初からどうでもよかったのかもしれない。しかしこの事件の謎を解けば1年前の謎に近づくことができるのではないか。そんな予感がした。加山さんの部屋を通りかかり、俺は二人に言った。こうなったら少しでも何か手がかりを探した方がいいだろう。ここですか？トール君はしぶしぶといった様子で言う。詳しく調べてもらいたくない理由でもあるのかと俺は勘ぐった。そうだな、俺も確認したいことがあるんだ。三木本はそう言って管理人室へ入っていった。俺とトール君もその後に続く。やはりな、この部屋の鍵はちゃんとここにかかってる。三木本はフックの並んだ板を指さして言う。だから？俺は先を促した。この部屋には鍵がかかっていたんだろ。マスターキーが使えないなら外からこの部屋の鍵をかけられるのはこの管理人室の鍵しかない。しかし管理人室の鍵は部屋の中にあった。つまり外から鍵をかけることはできないってことさ。鍵をかけてから外から中のフックに鍵を吊るすなんてゲートは無理だろうしな。ちょっと待ってください。
この鍵は本当にこの部屋の鍵でしょうかね。トール君は妙なことを言い出した。どういう意味だ。このタグに管理人室と書いてあるからここの鍵だと決めつけてしまいましたけど、もしかしたら犯人はタグと鍵をつないでる輪っかをこうやって外して。うん、硬くて手じゃ外れないな。でもペンチか何かあれば。別の部屋の鍵をそこに下げておいたってことか。試してみればいいじゃないか。三木本がトール君の手から鍵を取り上げ、壊れたドアに差し込んだ。ロックバーがちゃんと飛び出るのを見て、トール君が残念そうな顔をする。違ったようだな。一応自分たちの部屋の鍵で管理員室が開くかどうか試してみたが、やはりどの鍵でも無理だった。なあ、加山さんは本当に誰かに殺されたのか。三木本が不思議そうに言った。今さら何を言い出すのか。犯人が俺たちの目を盗み、階段から2階に上がることはできない状況にあった。しかし1階に犯人の姿はなかった。しかもこの部屋の鍵を外からかける手段がない。これじゃあ事故か自殺としか考えられないじゃないか。事故や自殺とは思えない。しかし犯人がドアから出る手立てもない。だとすると考えられるのは、もしかしたらこの部屋のどこかに抜け穴があるんじゃないか。それならこの部屋に鍵をかけたまま外へ出ることもできるし、玄関が開かないように外から細工することだってできるだろう。俺たちは手分けして壁を叩いたり、タンスをのけたり、畳を上げてみたりしたが、抜け穴などはありそうもなかった。抜け穴はない。そう確信したとき、俺は思いもよらないものを見つけた。テーブルの上に置かれている小さな紙切れ。俺は最初、加山さんが書いたメモか何かかと思った。だが違った。そこには赤いマジックのようなもので、こう書かれていたのだ。なんだこれ。根の刻までに皆死ぬ。ここから立ち去ることはできぬ。根の刻、十二時のことか。それまでに全員が死ぬ。これを書いたのは加山さんを殺した犯人だろうか。普通に考えればそうだろう。犯人は俺たち全員を殺そうとしている。その最初の犠牲者が加山さんだった。そのことをはっきりと示すために犯人はこの書き置きを残した。そんなとこだろう。誰が書いたんでしょうね。加山さんを殺した犯人だろう。俺が言うと三木本が疑問を挟んだ。どうかな、加山さんが書いたかもしれない。一体こいつは何を考えているんだ。俺はイライラしながら三木本に向かっていった。なんで加山さんがこんなメッセージを書く必要があるんだ。加山さんが俺たちを殺そうとしていたっていうのか。だったら加山さんを殺した犯人は俺たちの救世主だな。しばらく睨み合いを続けた後、三木本は口を開いた。わかった。加山さんを殺した犯人がいたってことは認めよう。だが、密室の件はどうなる？犯人はどうやってこの部屋から出ることができたんだ？それは。A、何かトリックでも使ったのかもしれない。B、管理人室の鍵のスペアキーがあったのかもしれない。C、わからない。これは B、 管理人室の鍵のスペアキーがあったのかもしれない。犯人はスペアキーを使って部屋に鍵をかけて出て行ったんじゃないか。俺がそう説明すると、でも加山さんは予備の鍵は作っていないって言ってませんでしたっけ、食事の時に。トール君が考え込むようにして言った。あまり覚えていないが、言われてみるとそんなことを言っていたような気がする。俺は二人に提案した。もう少し詳しく調べてみないか。もしかしたら犯人を特定する手がかりがあるかもしれない。俺たちは警察じゃない。
素人が出過ぎた真似をしてもいたずらに現場を荒らしてしまうだけだ。そんなことよりもここから出る方法を考えた方がいい。ここで切り上げたら犯人がわからないままじゃないか。また香山さんのような犠牲者が出たらどうする。俺たちの命に関わることなんだぞ。そんなことはわかってる。だからこの館から出る方法を考えた方がいいと言ってるんだ。館を出れば警察にも連絡できるし、犯人に襲われるんじゃないかと怯えることもなくなるだろう。どうしてこいつは逃げることしか考えないんだ。犯人を見つけようとして目をギラギラさせていた1年前のこいつはどこへ行った。やめてください。今はそんなことで口論している場合じゃありませんよ。平行線状態の俺たちを見かねたのだろう。トール君が割って入ってきた。今三木本さんの言う通り、この館から出る方法を考えませんか。これ以上この部屋を調べても新しい手がかりが見つかるかどうか分かりません。俺に妥協しろというのか。しかしさっき地下室の扉を開けた時に思ったんですけど、もしかしたら玄関の扉も同じ仕掛けがあるんじゃないですか。なるほど、それはありえるな。三木本がうなずく。確かにその可能性はあるだろう。それにこのまま口論を続けても何の進展もない。わかったよ、行こう。今はトール君の提案を受け入れよう。だが俺たちの期待も虚しく、そんな仕掛けはどこにも見つからなかった。仕方ないので今度は3人がかりで扉を開けようとしてみたが、重々しい鉄皮は微動だにしない。こうなったら2階の窓から出るしかないな。ロープか何か使って外へ出られないか試してみるよ。少し焦った様子で三木本が言い、2階へ上がっていこうとする。2階から出るにしても何か別の方法はありませんかね。別の方法？例えばそう、去年の仕掛けを使ってみるとか。地下室のバルブを操作すれば中庭に水が溜まるようになってたはずです。そしたら泳いで出られるんじゃないでしょうか。その場にいる全員が顔をしかめた。よく思いつくな、そんなこと。感心しているのか呆れているのか、どっちとも判別できない口調で三木本が言う。面白い案だとは思うが、致命的な欠点がある。無理だよ。俺はきっぱりと言った。中庭に水を張ることができたとしてもだ。泳いでどこへ行く？この館を取り囲んでいる外壁があるだろう。あれをどうやって乗り越えるつもりなんだ。何も考えられないでいるトール君の返事を待たずに続ける。いずれにしてもこの暗がりの中、あの窓から出ようとするのは無茶だ。せめて明るくなるまで待った方がいいと思う。くそ。三木本が玄関扉に苛立ちをぶつける。とりあえずこれまでの状況を応接室で待っている彼女たちに伝えませんか。犯人のことや密室のことはその後で考えましょう。トール君に向かって俺はうなずいた。そうだな、あの紙切れのことも聞いてみよう。誰か何か知っているかもしれない。俺が応接室に行こうとすると三木本が慌てた様子で引き止めた。ちょっと待ってくれ。あの紙切れのことなんだが、まだ彼女たちには話さないでいてほしいんだ。え、どうしてですか。トール君が驚いた顔で言う。わかるだろ、これ以上彼女を不安にさせたくない。そういうことか。彼女のことを考えれば紙切れのことを隠したがるのは当然だ。三木本が犯人を捕まえることよりもこの館から逃れることにこだわっているのも彼女のことを思ってのことだろう。勝手なことを言ってるのは分かっている。だがもう少し待ってくれないか。頼む。かなこちゃんが騒ぎ出せばその動揺は女性たち全員に伝染してしまうかもしれない。俺は A、 三木本の言うことももっともだと思いうなずいた。 B、 それでも隠し事をするのは良くないと思い首を横に振った。これって最初黙ってたんだっけ。どっちだったっけ。
まあ、動揺させるのは良くないって思って黙ってたのかな。言った方がいいかもしれない。 B、 俺はそれでも隠し事をするのは良くないと思い首を横に振った。気持ちはわかるが、そう隠し通しておけるもんでもない。とりあえずは黙っておくとしても、状況次第では言わざるを得なくなるから、そのつもりでいてくれ。やったけど。分かってる。俺だってむやみに不安を煽るような真似はしたくない。とにかく早く犯人をとっ捕まえればいいんだ。そうだろ？ああ、まあそうだが。俺とトール君が歩き出すと、まだ納得しきれない顔で三木本もついてくる。ということで、今回はここまでにしたいと思います。ちょっと前回のね、選択肢忘れてしまって、似たような感じになってしまってたらごめんなさい。ご視聴いただきありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまた。